皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日は私の最近の毎日メイクをしてみました。それではスタート。はい、ということで今回は私の最近の毎日メイクをしてみました。ベースメイクとかはあまり変わってないところもあるんですが、少しでも参考になればと思って動画にしてみたので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。で、メイク始めていきます。今回はね、ゆっくりというかのんびりお話ししながらメイクしていきます。もうカラコンはつけているんですが、カラコンはこの間紹介したアンビーのコーラルチークというカラーです。14ミリなので、最近ねずっとつけていたカラコンに比べると少し小さめなコンタクトになってます。ベース系はほぼ変わってないので、パパパッと紹介していきます。まずはこちら、ポール&ジョーのモイスチャーライジングファンデーションプライマーをつけていきます。イプサのねベースを使う時もあるんですが、こっちを使ったりコロコロその時の気分で変えてます。ファンデーションはこちらの RMK の UV リクイドファンデーション101番です。これはねもう変わらずこちらを使ってます。よく振ってから顔に伸ばしていきます。全然関係ないお話をするんですが、昨日美容院に行って髪の毛をね染めたんですが、初めてねハイライトを入れました。お任せでって言ったらハイライト入れようってことになって、ハイライト入れたんですが、なんかね私似合ってんのかな、ここら辺に微妙に入ってるのが分かると思うんですが、なんか久々にこんな明るい髪の毛、まあもともと最近明るかったんですが、明るくしたので似合ってるか心配こちらスポンジでなじませていきます。でコンシーラー塗っていきます。コンシーラー最近こちらカリプソのマジックコンシーラーです。このねコンシーラーやっぱいいなと思って最近復活して使ってます。とにかくね最近はここのクマがひどいので、この明るいピンクベージュのカラーでカバーしていきます。ここら辺にねできてたニキビはあんまり跡も残らず消えてくれたのでよかったかなって感じです。でとにかくこの頑固なクマをカバーしていきます。フェイスパウダーはこちら変わらずエティセのものを使ってます。このフェイスパウダーを買ってからずっとこれをほぼ使っているんですが、なんだかんだこれをね塗った方が肌がね綺麗に仕上がってる気がして、まだね底見えとかはしてないんですが、リピ替えそうだなっていう感じです。で今までねこれ私が使ってるのは限定でね出ていたものなんですが、この間ねプラザに行ったら、もうこのシンデレラのパッケージではないんですが既存のラインとして発売されていました。なので私がね買った紹介した時は限定品だったんですけど、はい、通常っていうのかな、既存のラインとしてこちらはね発売されておりました。色もつかないし綺麗にね肌を見せてくれるので、私はねとにかく気に入ってこちらをねずっと使ってます。大きめのブラシでちょっとねくるくるっとしてあげてます。なんか今までこの工程いらないかなって思ってたんですけど、なんかやった方が肌が磨かれてる気がして、最近はね必ずこの工程を入れてます。ここも変わらないんですが、シェーディングを入れていきます。眉毛はまずはこちらのケイトのデザイニングアイブロウで眉をね埋めていきます。で昨日ね美容院に行ってから初めてねメイクするんですが、髪をね明るくしたのでこっち側を主に使って描いていこうかなと思います。髪の毛ね染めたりするとね眉毛もね合わせないと変なので、染めてから初めてなんですが、ちょっと調整しながら描いていこうと思います。最近ね眉毛脱色を1回してとんでもなくね金髪になってしまったので、しばらくね眉毛脱色しないでお休みしてたんですが、やっぱね毛って生えますね毛が元に戻ってきました。でついでにここにねスッと軽くノーズシャドウを入れちゃいます。ほんと昔はガッツリ入れてたんですが、最近はもう本当に薄く入れてあげてます。でまあこれも変わんないんですが、こちらのセザンヌの超細芯アイブロウを使って眉をね縁取っていきます。眉尻はねいつもこうちょっと皮膚を引っ張りながら私は描いてます。その方が描きやすいので。
まあどうせ前髪で隠れるのでいいでしょう。こんな感じで眉毛完成です。アイメイクで最近使ってるアイシャドウがこちらのねルナソルのスキンモデリングアイズです。こんな感じのカラーで3色ねもうすでに底見えしてしまっています。こちらと以前ねレビューさせていただいたケイトのヴィンテージモードアイズの RD1 番を使っていきます。このアイシャドウのここのねキラキラのカラーをアイホール全体と付属のチップを取って涙袋にも入れていきます。続いてはこちらを使います。ケイティのヴィンテージモードアイズです。こちらを買ってからかなりの頻度でこのアイシャドウは使っています。赤いカラーはまたもう少し秋が深くなってから使っていこうかなと思うのですが、今はねこちらのオレンジカラーを使ってアイホールを作っています。濃いカラーをこの目の際に入れていきます。同じ濃いブラウンカラーを細い筆にとってこのね下目尻に入れていくんですが、最近はね黒目の下ぐらいまでがっつり入れてしまっています。最近ねこのメイクに変えてから結構ねいろんな人にメイク変えたけどこっちの方がいいっていうコメントもいただいていたので、ちょっとね単純なんですがこんな感じでここら辺までアイシャドウを入れています。続いてビューラーを使ってまつげを上げていきます。相変わらずまつげはバッサリ上げています。アイラインはこちらのヒロインメイクのものを今日は使っていきます。こちらを黒目の上ぐらいから目尻にかけて引いていきます。はい、アイラインはこんな感じで引けました。マスカラはこの間購入したマジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダーロングロングロングを使います。めっちゃいいかもしれない。はい、こんな感じでマスカラ塗れました。こっち側だけ塗ってみたんですけども、すごい綺麗に伸びてます。このマスカラいいかもしれない。下まつげはもう変わらずこちらのデジャブを塗っていきます。はい、下まつげも塗るとこんな感じです。こちらが塗った方で、こっちがまだ塗ってない方です。これでねかなり目力が変わってくると思います。反対の目も塗っていきます。はい、こんな感じで目元は完成しました。無印のハイライトカラーの3色タイプのラベンダーカラーを使っていきます。最近は目元のねこのねクマを飛ばしたいのとくすみ飛ばしの意味でこのラベンダーカラーを筆に取って目の下にねこう置いています。ちょっとねパッと明るくなる気がするので目の下にねこのパウダーを最近は使っています。こちら側のハイライトカラーをも筆に取ってこのね C ゾーンと鼻筋とは唇の上と顎にのせています。ちなみにねこれはハイライトハイライトしていないんですが、こちらのカラーは気持ちいいラメ感とシマー感があるので、こちらのねカラーをこう鼻筋とかに入れて少しねツヤっと見せるようにしてます。チークはこちらセザンヌのミックスチーク04番のローズ系のカラーを使ってます。最近はね秋先取りみたいな感じで赤いリップを最近使っているので、ちょっと赤の入ったチークを塗ることが多いです。こちらをブラシに取って頬骨に沿ってくるくるっとして頬骨に沿って入れていきます。すごくね可愛らしいほんのり赤いカラーになるので、このチークもねこれはよく仕事用として持ち歩いてました。ハイライトカラーもあるしチークもできるので持ち運びにもすごくいいかなと思います。こちらのジバンシーのルージュアンテルティーテンプテーションというのの13番のこんな感じで結構深みのある赤いカラーを最近は塗っています。ちょっとねまだ秋は早いかなと思うんですけども、これね意外と塗ってみるとそこまで暗い赤いカラーじゃないのでこれをねよく使ってます。こんな感じですごく発色もいいしツヤ感もありますし、何よりねパッケージがすごく可愛いので持ってるだけでテンションが上がります。コメントでプレゼントとかに何かいいものありますかってあったんですけどもね、こういうのもらったらすごくね高級感もあって嬉しいかなと思います。最後に忘れずにこちらのクラランスのフィックスメイクアップを吹きかけていきます。はい、メイクが完成したのでヘアセットして戻ってきたいと思います。はい、ということでこんな感じで髪のセットをして戻ってきました。最近は
カラコンもね、少しね、小さめなものを使ってみて、少しだけですが、ナチュラル化しようと努力しているのと、こちらのね、以前紹介した、ケイトのヴィンテージモードアイズの、このね、赤いカラーは、ちょっとまだ早いかなと思って、あんまり使ってないんですが、他のカラーで十分に目のルックできるので、これを使いながらアイメイクを作ることが多いです。で、ちょっと飛び入りで、このね、マジョリカマジョルカのマスカラを初めてね、使ってみたんですが、めちゃめちゃ良かったです。私がね、結構好きな感じで良かったんですが、ちょっとウォータープルーフタイプなので、私がね、苦手なマスカラなんですが、いつもね、ヒロインメイクのマスカラリムーバー使ってるので、多分落ちることは落ちると思うし、かなりね、好みのまつげを仕上げてくれたので、私の中でね、ブームが来そうな予感がしています。ちょっと気持ち早いですが、赤いね、リップとかも使ってみて、少しずつ秋を取り入れているような毎日メイクをしております。ということで、今日も見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなとか参考になったよと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、ぜひ下の概要欄から飛んでフォローお待ちしております。それではバイバーイ。